ありがとう。こんばんは。キリさんお疲れ。ありがとう。ツナさん、流れ星。ありがとう。未来最高だった。ありがとう。嬉しいですね。なんかね、緊張は全然してなかったんだけど、なんか私最近 MC をやるってことが本当になかったので、なんかまずそもそもの最初の挨拶、ファーストアルバム発売記念夜ライデイ12期生アンダー公演にお越しの皆さん、配信をご覧の皆さん、こんばんはってところをとか、そういうなんか一個一個の MC とかがすごい不安でドキドキでした。あんまやらないのよね。キリさんお疲れ、ありがとう。カズッチさんお疲れ、ありがとう。長谷さんお疲れ、ありがとう。ジョージさんお疲れ、ありがとう。丸い猫さんお疲れ、ありがとう。カイトさんお疲れ、ありがとう。ツナさん流れ星いっぱい、ありがとう。ふたろうさんお疲れ、ありがとう。あさぎさんもお疲れ、ありがとう。お疲れ。かまやんさん、ニコちゃんバルーン、ありがとう。こんばんは。ユネピーさんも流れ星いっぱい、星が流れておる、ありがとう。ツナさんいっぱい流れ星、ありがとう。かつやさん、これね、なんだっけ な名前があったんだよけど、わかんないからいいか。ワンちゃんバルーン、ありがとう。カイザーさん音符、ありがとう。炭酸ミサイルさんお疲れ、お疲れ、ありがとう。えのさんさんハート、ありがとう。そしてツナさん流れ星いっぱい、ありがとう。こんばんは。みんな見てくれました？来てくれてた方もいらっしゃるね。ありがとう。こんばんは。アンダーユルライでして、こんばんは。幸せなように浸ってる、ありがとう。嬉しい嬉しい。こんばんは。あ、てか私上手だった、わーい。楽しかった、ありがとう。MC 担当だった私、最高だった、ありがとう。過去最高更新した、嬉しい、ありがとう。配信見た、ありがとう。流れ星直り、あ、嬉しい。最後の最後で何を言うかギリギリまで迷ってて、そうなの、ありがとう。配信見てありがとう。え、タワー、ありがとう。え、タワー、あ、ハマピーさん、ハマピーさん、あ、これタワーなんだ、ほんとだ。風船バルーンタワーいっぱい、ありがとうございます。ハマピーさんバルーンタワーありがとうございます。バルーンタワーありがとう。かわいいね、このバルーンの、ありがとう。アメリーちゃんありがとう、こちらこそ。アサギさんペンライトありがとう。ヒカルさん、ヒカルちゃんお疲れ、ありがとう。熱帯夜さんありがとう、こちらこそありがとう。トモジュンさんお疲れ、ありがとう。お疲れ。ニコガミさん、ニコちゃんバルーンありがとう。 SN さんお疲れ、ありがとう。カブさん無理だ。ケロちゃん、ワンちゃんバルーンいっぱい、ありがとう。こんばんはの、こんばんは。ドキドキだったよ。そしてなんと今日はですね、あのね、ラストアイドルの最初で最後の、あ、大好き、ありがとういっぱい。ありがとうございます。最初で最後のアルバム、ラストアルバムに収録されている2期生アンダーの楽曲もなんと今日初披露させていただきました。どうでした？ありがとう。ゆるらい楽しかった、ありがとう。大好き、ありがとう。いっぱいありがとう。泣いた？なんか泣いてる方見えた。ポロポロポロさん結婚してありがとう。結構さ、ファンの方泣いてるの見えたよ。私は今日はね、なんか
私の涙腺はあのしっかり閉まってたみたいで大丈夫でした。私なんか好きだよね曲本当なんかさリハやった時にさそれでは聴いてくださいってやつ言ったらさみんながさ可愛いって言ってくれてびっくりして嬉しかったけど嬉しかったけどまさか曲振りしてそういう風に言われると思わないからびっくりしちゃったユネピーさんニコちゃんバルーンありがとう好きだよありがとう。なんかね最初聴いた時はどういう気持ちなのかなっていうので考えた時になんかパッて分かんなかったんだけどなんかなんで今更とか言ってたりするのね曲の中でとか今でも好きだよとか言っててなんかあ1年後とかに聞いた時もそういう風にみんなが思ってくれてたらいいなとか思ったらすごいなんかねあの泣ける歌に感じてきたゆるらお疲れ様ライブ楽しかったありがとう来てくれて本当にありがとう見送りもありがとうくれてありがとう。挨拶やばかった。なんか挨拶さあ何を言おうかなって思ってあの場で考えていったのでちょっとなんか詰まり詰まりで話しちゃったんですけどサブちゃんもありがとう。あそう衣装はニッキーアンダーのメンバーで多数決で愛を知るが一番多かったので愛を知るになりました。なんか自分以外の愛を知るの衣装を着る機会がないので違う人の着ようって思ってユネピーさんニコちゃんバルーンありがとうバカラさんクマちゃんありがとうクマクマありがとうだけどなんか私のやつ結構コルセットが締め付けられる系でなんかみんなあんまりコルセットあみんな好きじゃないみたいで交換できないってなったんだけどミミちゃんがあ最初になんかミミちゃんが上交換してくれるって言ってくれてか私の上はミミちゃんが着ててで私はマジマさんのをお借りしてたんですけどマナティがなんか丈長いジャケット着てみたいって言っててそう先にさ知ってればさマナティと先に交換すればよかったんだけど長谷さんワンちゃんバルーンありがとう久男さんもワンちゃんバルーンありがとうバカラさんレインボースターありがとう。そうなので白いやつはマジマさんのをお借りしてあと髪飾りも今日マジマさんのつけててジャケットはマナティの着てました。スカートっていうか私ズボンなんだけどあの下は自分のでした。そうコルセットがねついてる人が珍しくて結構あのぴったりで作られてるからあのコルセットでも愛を知るの時のあの体型で作られてるから結構ぴったりなんよね。ボロボロボロさんハートありがとう。そんなわけでちょっとスカートとかズボンは他の人の着られなかったので自分のだったんですけど組み合わせちゃいました。丸い猫さんバルーンハートバルーンハートじゃないニコちゃんバルーンありがとう。そうポラリスさんバラとハートありがとう。ポロポロポロさんもハートいっぱい可愛かったコウ君あ嬉しいありがとう。そうジャケット違うなと思った分かったすごい嬉しい。私はね本来長い目のジャケットの人間でこう袖にラストアイドルって書いてあるタイプの人なんだけど今日は背中にラストアイドルでした。仲の良さ伝わってきた。あ、嬉しい。嬉しいね。なんか私あんまりこう言う時でもさ、なんかのんびりしてるし、あんまこう積極的に自分からなんかやりに行こうっていうタイプじゃないんだけど、ニキアンダー公演せっかくだから頑張りたいなと思って。ちなっぺさんハート、ありがとう。普段あんまやんない感じでガシガシ喋りましたちなっぺさんハートありがとう。
でもなんか途中の MC はマナティーと一緒だったんで、まあマナティーなら大丈夫だろうと思って安心してやりました。 21.5 の MC 嬉しい。曲とかは別に今回私たちがこれをやりたいですって言ったわけじゃなかったので、まあ一つ心残りとすればもう基本的には本当にみんなありがとうの気持ちなんだけど、やっぱね飲み道でできなかったのはちょっと悲しかったけど、ゴーくんハートありがとう。ファンの皆さんも結構期待してくれてたからそれだけは申し訳なかったけど、まあマナティーの、あそう、せっかくだったらねマナティーの投球フォームみんな身近で見たいかなと思って、なんか私がボール投げる流れになったので、ここは私じゃないだろうと思ってそうちょっとやってもらいました。みんなも始球式見れた方も見れなかった方も近くで体感できたんじゃないかなって思います。選択肢、あ嬉しい、ありがとう。ミミちゃんがめっちゃ頑張ってくれたので選択肢できました。折り目の中だからさ、やっぱりやりにくかったりとかあったかもしれないけど、全然めっちゃやってくれてて感謝ですね。そうあやふやか、確かにあやふやね。衣装着てやりたいなちなっぺさん、ニコちゃんバルーンありがとう。全員キラキラしてた、嬉しい。もうそれがやっぱやりたかったので、なんかどうしてもやっぱりニキアンダー楽曲とかになると、まあすごいありがたいことではあるんですけど、やっぱ毎回私とかをね真ん中にさせていただいたりとかして、なんか推しが全なんていうのかな、どこにいてもさいいよってみんなも言ってくれるけど、でもやっぱりこう前に出てくる瞬間とかをみんな見たいだろうなって思ってたので、せっかくの2期アンダー公演だから本当に全員が輝ける瞬間があるといいなと思ってたので嬉しいですね。こんばんは。明日なんですけど皆さんリレー配信あります私リレー配信2人目でオリオさんからパスをいただく、ん？オリオさんからリレーでつなぐので、あのぜひ見てください今日の夜ライン見てさ、はぁよし明日はもう見るもんないぞって思ってたりしたでしょみんなあるんですよ。そう24、私は出ないですけど24日はさガールズガールズさんのやつ、あのライブあったりするじゃない。なんかちょっと明日ね、あのあ明日休みだと思ってるかもしれないけど、みんな2人目なんでぜひリレー配信ご覧ください。お願いします。待ってない、よかったありがとう。明日も望んでありがとう、優しいね。あほら油断してたでしょありがとう。じゃランキングを読んで終わります。13位こうさん、12位ゼロさん、11位あさぎさん、10位ポロポロポロさん、あ虹ありがとう。9位ダブさん、8位コルトさん、7位カズッチさん、6位タカヒロちゃん、5位ゴーくん、4位ヨネピーさんありがとうございます。で3位がバカラさんありがとうございます。2位がツナさんありがとうございます。そして1位がダカ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 ダダン、ハーピーさんでした。バルーンタワーもありがとうございました。あの感想もね今日もちょっと今バーって喋っちゃったんで、また明日とか明日以降とかにねのんびりお話できればいいかなと思います。モバメもツイートとかもいろいろ待っていてください。ぜひ感想を待って、バイバーイ。